鶴姫と才蔵の前に現れたのは服部半蔵と桃地三太夫。二人は黒魔術軍を裏切った才蔵をガラシャの命令で殺しに来たと言い襲う。才蔵と鶴姫を助けたのは喜一方眼と水管の男であった。手傷を負い倒れている俵の東太と越智康成を浅木が復活させる。東太は康成に魔界水軍と共に戦うことを説得する。阿部の生命と夕顔の前に現れた水管の男は綱が生命にかかった鬼の呪いを解き、その結果修羅の道に落ちたと告げる。魔界水軍に囚われた前田慶次を黒魔術軍が奪いに現れ戦いが勃発。鶴姫は慶次を救いに行こうとする才蔵に手を貸そうとするが、平良が現れ2人を強くするために喜一方眼と戦わせる。平は魔界水軍と黒魔術軍の戦いに乱入し、両軍の戦いを奪魂の儀式とする。半蔵と三太夫が黒魔術軍に参戦し戦いを優勢にする中、慶次は復活し魔界水軍と黒魔術軍を相手に戦う。追い込まれる慶次、そこに鶴姫、千代目、才蔵が助けに来る。才蔵は慶次を連れて、千代目は末高房を連れて脱出に成功する。鶴姫も脱出した後、安成は魔界水軍入りを決意するのであった。魔界は阿部の生命軍と細川ガラシャ率いる黒魔術軍、そして滝夜叉率いる魔界水軍の三つどもえとなる。復活した生命と夕顔、生命を助けた水管の男は生命の弟弟子である鴨野光義であることが判明する。鴨野光義は生命に大一の方と組み、三つの勢力を作ることを進める。そして大一の方と生命は同盟を組む。